はい、こんばんは、劇団スカッシュです。今日はですね、ちょっと告知がありまして、告知をちょっと普通に言おうかなと思ったんですけど、ちょっともう花粉症でもう目だの鼻だのちょっともういろいろ詰まってまして、じゃあもう鼻をすっきりさせてから告知をしようと、そう思いましてですね、今日は鼻うがいをしてから告知をしようと思ってるんですけど、ただ鼻うがいをしてもね、そんなにすっきりしないんですよ。もう刺激が僕にはもう足りないんです。だから鼻をね、どうやったら、あ、やばい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 、鼻をだからどうやったら鼻がねちゃんとすっきりするんだと。普通の水で鼻うがいをしてもね、もうニッチもサッチもいかない状況まで来てるんですよ。だから今日はこちら、はい、コンビニに炭酸水を買ってきました。この炭酸水で鼻うがいができるのかどうかっていうのをちょっとやってみようと思います。だから炭酸水をこのですね、はい、ジョジョのグラスにこう注ぎまして、はい、こちらただね、炭酸水を鼻からすすれんのかっつったらそんなわけないじゃないですか。だから、この間鼻うがいをやった時に、あの生理食塩水にすれば大丈夫だということを勉強したので、こちらの塩ですね、塩を入れて生理食塩水の濃度にすれば炭酸水で鼻うがいができるんじゃないかと、そういうふうに思ってるわけです。3月11日にね、お前は何をやってるんだと、そう思うかもしれませんけど、もうね、わあ、見てください、ほら、塩を入れると丈太郎のグラスがですね、シュワ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 言ってますよ。こちらの炭酸水で鼻うがいをしてみようと思います。はい、ということで、あ、やっぱりね、すいませんね、炭酸水では、無理ですね。だから、炭酸水では残念ながら、炭酸水では鼻うがいは、できないみたいです。どうなんだろうな、もっと頑張った方がいいのかな。でもね、明日はもう朝早いんでね、もっと頑張った方がいいのかな、どう思いますか。シュワシュワするんですよ、鼻が。だから花粉症は治ったような気がします。でもこれは危険なのでね、僕は訓練を受けてやってるので、普通の人は真似をしない方がいいと思います。で、鼻うがいは失敗したんですけど、告知ですね、劇団スカッシュはですね、明日から大阪に行きます。3月11、12、2泊ぐらいするのかな、まあ、なんかオフ会をやるとかそういうことではないんですけど、やんのかな、わかんないです。まだまあ、仕事というか動画を撮ったりするんですけど、まあ、旅動画っていうわけじゃなくて、下からだから大阪です。うん、しょっぱい。なんで大阪で僕らを見かけたら声かけていただけたらなと思います。ということで、炭酸水では、鼻うがいはできないという動画でした。